ラワーナイトガール。あれ、黒百合を探してたら団長さんを見つけちゃった。ガチャができるみたいだよ。私は男の子じゃない、女の子だ。言われる前に先に言ってやったぞ。あ、肝心の挨拶を忘れてた。私は片場み団長、よろしくな。団長、それで私は何をすれば。お帰りなさい、団長さん。って、ソーダが言ってるよ。よく来たね。たまにはサボってもいいんだよ。団長様、これからよろしくお願いします。ところで、何か悩み事はありませんか。私でよろしければいくらでも伺いますよ。これでもリリーウッドでは占い師としていろいろな方の相談に乗っていたんです。姉もね。うん、別に話すのが嫌いなわけじゃないよ。ちょっと苦手なだけで。あ、掃除は好きかな。だから捨てられたくないものは片付けてね。